はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズ編第64回撮っていきたいと思います。現在クリスタリウムの星見の間の前におりますが、ちょっと今日新しいミニオンくんを出していこうか。ゴールドソーサーで交換したやつですね。よいしょ。オートマトンママ。ミニオン習得。ママを自称する不思議な生物を模した小型オートマトン。使う。ゴールドソーサーね、なんかいつの間にか。いや、結構前になんかいろいろ追加されたらしいんだけどね。全然気づいてなかった。で、こちら。オートマトンママ。違法の詩人が持ち込んだ小型オートマトン。ママを自称する不思議な生物を模しているらしい。モデルとなった存在は、猿少女を導きながら、幾千の物語、幾万の夢跡を追うとされる。が、詳細は定かではない。大丈夫。なんかのキャラクターかな。あ、ちゃんと目線の位置に撫でる。餌をあげる。あんまり反応はないな。肩には乗る？乗らない。とりあえず今日はオートマトママさんと一緒に頑張っていこうと思う。じゃあ衛兵団の守衛さんに話を。さあ数将校にご用でしょうか。私が星見のままでご案内いたしましょう。はい。いいところに来ちゃったわね。ちょうどお客様が訪ねてきたところよ。昨日の今日で来るとは思わなかったな。お前もその顔か。またすぐに会おうと予告しておいただろうが。楽にしろよ。約束通り、私はお前たちの邪魔をしない。早速見物に来ただけだ。まあ、この世界へ英雄を呼んだ水晶光とやらへの興味もなきにしもあらずだが、お前は俺たちを見定めると言った。その果てに本当の意味で手を組めるかもしれないと。だがこれまでアシエンがしてきたことを思えば、俺たちが自ら望んでお前らにつくとは到底思えない。焦るな。それからいちいち噛みつくな。まずは互いに様子見だと言っただろう。お前たちはそのまま大罪喰いを倒し続けるといい。その末にお前を取るに足るものと認めたら、改めて手を差し伸べよう。真実を背負い、共に生きてゆくべき相手としてな。嫌だと言うなら、その時に手を振り払えばいい。そしたらいつもの通り殺し合うだけだ。簡単だろ。おお、少しも信じられていない気配。日頃の行いがたたっている。分かっとるやん。
まあいい。ここで言葉を重ねても時間の無駄だ。今はただ覚えておけ。お前が聞く耳さえ持つことができたなら、私はいつでも真実の淵から語りかける。いつか来たる選択に向けて、不滅なる古き者アシエンのみが知りうる断りを隠すことなく。では引き続き頑張れよ。見ている私が退屈で寝ないくらいにはな。一体何なのよ。ガレマールの初代皇帝を演じたようなやつだ。弁は立つだろう。その言葉を鵜呑みにすべきじゃないが、お前は奴をどう思う？何という？1、ひとまず様子を見るべき。2、どう考えても怪しい。3、いざとなったら倒す。とりあえずひとまず様子を見るか。なんか情報がまだない気がするんだよね。大事な、なんかなんだろう、パズルがバーってあるんだけど全然ピース揃ってないみたいな感じ。ああ、私たちを騙すつもりだとしたら、ここで姿を晒す理由がないからね。彼の言葉に従うわけではないが、どのみちアシエンの行動を縛る手だでもない。警戒はしつつ、今はこちらの目的を優先した方がいいだろう。ならばここで仕切り直した。次なる罪喰い討伐について話すとしよう。あなた方の活躍により、イルメグ周辺を支配していた大罪喰いを倒すことができた。レイクランドのものと合わせてこれで2体目。光の反乱以降最大の快進撃と言えるだろう。本当にありがとう。ということは、未だ光に覆われている主要な地域はコルシア島周辺、アムアレーン、そしてラケティカ大森林あたりか。ああ、そしてそれらを支配する大罪喰いの居場所は特定できていない。そこで今回は手分けをして調査と討伐に当たりたいのだが、どうだろうか。そういうことなら私がアムアレーンの調査に行ってくるわ。あそこならある程度は土地勘もあるしね。コルシア島には私が。ユールモア内部はともかく、都市外の調査であれば以前のツテを頼ることもできるだろう。では他の者にはラケティカ大森林に向かってもらおう。かの地にいるヤシトラと協力して大罪喰いの捜索と討伐を試みてほしい。ヤシトラさんはサンクレットとウリエンジが話してた魔法使いの人？そうだ。俺も彼女が拠点を大森林に据えてからはあまり連絡を取れていないがな。彼女はどうも私を信頼してくれなくてね。今回も事前に連絡をすることができなかった。ウリエンジェ、あなたは何度かヤシトラを訪ねているだろう。道案内をお願いしても。承知いたしました。神秘と暗き祈りに満ちたかの森へ私がご案内いたしましょう。ありがたい。私もその間に己の役目を果たしてくるとしよう。それはドンバウスリーからの書状だ。
こたびの衝突について正したいので、ユールモアまで来られたし、とのことだ。ちょっと大丈夫なの？どう考えても危険じゃない。こちらは全面衝突のつもりで立ち上がったんだ。話し合いをしてくれる余地があるなら、むしろ上等だろう。だが、私はこの塔から大きく離れると、少々体の調子が悪くてね。アルフィノ、すまないがコルシア島の調査がてら、補佐をしてもらえないだろうか。ああ、もちろん任されよう。それでは、各自出発の準備を。くれぐれも、無事に戻ってきてほしい。おう。じゃあ、大神殿に向かうのかな？ちょっとこの間にみんなの話を聞いていこうか、アルフィノ君。以前、コルシア島に滞在していた時も、大罪喰いの居所については調べなかったわけではないんだ。ただ、これといった成果はなくてね。今回は調べ方を変えてみるつもりだが、そう簡単には成果が出せないかもしれない。推奨校の補佐もあるし、不快にしすぎないように気をつけるよ。危険だよな、なんか。アリゼちゃん。さて、私はアムアレーンのどこから捜索しようかしら。まだ行ってない廃墟がいくつかあったはずだから、そこから当たってみるか。全然アムアレーン半分ぐらい行けてないよね、ウィエンジェさん。かの地への案内役、受けたまわりました。道すがら、こちらでのヤシトラの状況についてお話しするといたしましょう。なんか特別な状況になってる。サンクレットさん。ラケティカ大森林はとにかく広いんだ。俺とミンフィディアもその一角に滞在したことはあるが、正面切って拠点を訪ねるのは初めてかもしれないな。じゃあミンフィディアさん。ヤシトラさん、どんな人なんでしょう。じゃあ推奨校では、それぞれ支度が整い次第出発するとしよう。シャンメイたちは大森林に入る前にレイクランドのジョブトリデに立ち寄ってほしい。そこには紅葉教会と呼ばれる、光の氾濫以前に盛んに信仰されていた教会の遺跡がある。あの地下のやつかな。今はもう立ち入る者もいないが、礼拝所の祭壇の中にある石板が置かれているはずだ。それを回収してヤシトラへの手土産にするといい。ふむ、それでは私たちはそのジョップトリデで再度合流するといたしましょう。この間就職のセリフは、私たちも直にここを立とう。九段の石板があるのはジョップトリデにある教会跡の祭壇の中だ。ヤシトラが気に入ってくれることを祈っているよ。気に入らない可能性があるのか。どうしようかな。本当はね、ちょっと竜っていうかジョブクエやりたいなっていう気持ちはあったんだが、どうしようかな。ちょっと進めていい？マーケットは近い。いや、居住区前か。ちょっとジョブクエ受けるだけ受けといて。あ、ちょいと着替えますね。よし、これで竜騎士になりましたんで、ちょっとこれ受けるだけ受けて。
ルーリークさん、いや、レベル70クエスト、高慢と罪食い、さまよう階段邸のルーリークは、ふてぶてしく仁王立ちしている。ジュジュ。お前は？ほう、悪くないな。なかなかの腕利きと見た。ひとまず合格だ。どうも。俺はルー・リーク。賞金稼ぎをしている。だが、波の獲物なんざ相手にしてない。狙うは危険極まりないはぐれ罪食いさ。そして俺の次なる標的は、その中でも悪名高い存在。光の反乱を引き起こした大罪人の姿を持つ四使徒の一角だ。奴は大罪食いに匹敵する力を持っている。まあそれでも俺一人で倒せないこともないが、確実に仕留めるために仲間を探していた。お前は見事この俺のお眼鏡にかなったってことさ。どうする？1、黙って立ち去る。2、喜んで協力を申し出る。え、黙って立ち去ったらどうなる？ちょっとやってみていい？1、黙って立ち去る。ちょっと待った。もちろんただで協力しろとは言わない。報酬は弾むし、はぐれ罪食いを倒せば懸賞金も出るからな。だがお前が見かけ倒しって可能性もなきにしもあらずだ。そこで俺からの試練を受けてもらう。なーに、お前の実力が本物ならどうってことないものさ。まずはレイクランドの迷える羊飼いの森まで来てくれ。あ、じゃあ行き先はそんなに違わないな。このまま行くか。よし、このまま行こう。レイクランドね。じゃあどこだっけ、あ、エイテライト。じゃあ、レイクラン、これなんだっけ。あ、受けたロールじゃないとダメか。後で着替えよう。まずはこちら。この辺？ん？どこじゃ？あ、いたいた。ルーリークさん。いや。試練とは、獲物を探して森までやってきた飢えたスミロドンの討伐だ。それをなすことでお前の実力を証明してもらう。だがそいつをおびき寄せるためにはイグアナの生肉が必要でな。よう、頼まれたものを調達してきたぞ。これでいいんだよな。早かったな。ご苦労だった。約束の報酬だ。つまらん調達ごときで手を煩わされたくないからな。こうして人を雇えば済むことさ。さあ、このイグアナの生肉をそこらに置いてしばらく待つんだ。そのうち匂いを嗅ぎつけた飢えたスミロドンが寄ってくるだろう。そいつをお前に倒してもらおう。指定地点。違う。で、
で、ここで隠れてみると。はい。どうでしょう。はい。どうやらこの俺の目に狂いはなかったようだな。さまよう階段亭に戻るとしよう。どうしようかな。じゃあこれの場所までワープかな。じゃあナイトに着替えます。さて、羊飼いの森付近までやってきたわけですが、ティルベイクさん、ふふふ、来てくれて嬉しいわ。妖精王の若木って噂通り優しい人なのね。この辺りにいるって聞いたんだけどな。今回の夢の異変について情報をくれた知り合いの猛族が使い魔を送ってくれるって言ってたの。ポークシーっていう空飛ぶ小さな豚の。おやおや、もしかして君たち、このボグのことをお探しかな。あ、学者っぽい。小さい豚？ぷぷぷ、僕は特別に作られた使い魔だからね。見た目の可愛さも相まって君たちが驚くのも無理はないさ。体だけじゃなくて態度も大きいわね。それでは改めて自己紹介しておこう。僕は夢食いポークシーのエゼル2世。悪夢が大好物の使い魔さ。ただし使い魔だからって甘く見ないでよ。ご主人から服をもらったことで、僕という存在は僕を主とした僕の使い魔になったのだ。それ服っていうか帽子だけどね。まあとにかくただの使い魔じゃないっていうなら、今起きていることも当然理解しているのよね。もちろんご心配は無用さ。すでに犯人の目星と解決方法については調べがついている。え、そうなの？何よ、できる豚じゃない。うむ、僕の調査の結果、最近ディエギア城付近で相次いで目撃されていた色のないピクシーが犯人ではないかと睨んでいる。色のないピクシー？そいつは強い力を持っていて、ディエメグを介さずとも夢に干渉できていたそうだ。それだけの力があれば門を閉ざすことも容易だろうと。そんなの、それこそ妖精王になれるくらいの力がないと無理だわ。ぷぷ、置いてけぼりで何が何だかわからないって顔だね。なら君のその目で見た方が早いってもんだよ。はい。さあこっちへおいで。夢結びの妖精についてきた時点で、君はもう夢と現実の狭間に足を踏み入れているのだから。あれ、これは結構厄介なクエストだったのか。どうする、これはまだ続きそうな予感がする。今回一回ここで切っておこうかな。というわけで今回はここまでにしておきたいかなと思います。
ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はちょっとこちらの続きのクエストを受けてから一回クリスタリウムに戻り、その後メインクエの方を進めていきたいと思います。では失礼します。